はい、今日はムーブキャンバスのご説明をさせていただきたいと思います。モデルになっているのは、ムーブキャンバスの G のメイクアップリミテッド SA3 っていう車ですね。車両本体価格は158万4000円ということで、一番手頃な、価格からは127万6000円ということで L グレードっていうのがございます。主な装備としては、メイクアップということで、メッキのバンパーモールとかサイドモールとかですね。で、あと LED のヘッドランプというのがついてきてたりしております。このモーブキャンバスなんですけれども、発売が平成29年からということで、マイナーチェンジも繰り返しておりますけれども、もともとは自動ブレーキのスマートアシストですね。それが、カメラが今は2つついておりますけれども、その当時はまだ1つと、レーダーの兼用というようなスマーシ2というやつがもともとついておりました。今現在は、ステレオカメラということでスマーシ3という風に変わってきております。で、グレード分けもいろいろ統合されてきてるんですけれども、今現在はパノラマモニターということで、こういうところにカメラがあったりとかですね、あとドアミラーのところにもカメラがあったりとかということで、バックするときに上から撮ったような画像をナビのモニターのところに映し出してくれるというような形になってきております。グレードが非常にたくさんあるので、どういうふうな選び方をするのかが一番難しいところではあるんですけれども、主に L グレードと X グレードで G グレードというような区分けがあります。一番分かりやすいのはスライドドアが電動式になってるかなってないか、L グレードが電動式にはなってないんですけれども、で、あと X グレードと、G グレードはフライトドアが電動になっております。で、あとは、ヘッドライトの明るさですね。 X グレードと G グレードの違い、これは LED のヘッドライトがついてるかどうかということで、あのグレードが区分けできるようになっております。で、あとメイクアップっていうことで、グレードがまた区分けになってるんですけれども、こういうメッキの部分ですね、あとフォグライトとかがついてきたりはしておりますので、これがつくことによって車の印象というのが非常に変わってきますのでね。で、ツートンカラーが非常に、特徴的な車で、出た当初はミニバスとか言って、説明がよく出てましたけどね、ワーゲンのちょっとバスタイプに似てるかなっていう雰囲気ではありましたので、で、実際に乗っていくようになりますけれども、これも同じように、鍵がリモコンが2つついております。こんな形ですね。で、鍵の開け閉めは、こちらで閉まる、で、こちらで開く、で、あとは電動スライドドアが、長押ししていただいたら開閉ができるようになっております。で、あとはキャンバスの特徴としては、後部座席が、下に収納スペースがございます。お気楽ボックスということでね、ちょっとしたものを入れたりできるようにはなっておりますけれども、実際のところちょっとどこまで使われるかはね、何とも言いづらいですけどもね、で、スライドドアはまたボタンを押したら閉まりますけどもね。これも同じように挟み込み防止っていうのがついておりますので、ちょっと手を挟んだりしてもすぐ元に戻ってくれますので、子供さんが万が一手を挟んだりしても安心してお母さんがご利用いただけますよということになっております。で、あとはまたドアロックがこちらのボタンで、鍵を持っていただいてたらロックができて、で、またメーターのところですね、赤いランプが点灯することになります。で、点灯が、終わって点滅になりだすと、セキュリティアラーム、警報装置が作動されるということ、セットされているということになりますので、また、リモコンの鍵に電池が入っているんですけれども、電池がなくなってきたらどうしても鍵が開けれないんで、その場合にこちらのスライドのレバーを動かしていただいて、で、中の鍵でドアを開けていただくんですけれども、またこれも他の車とか同じように、クラクションが鳴っちゃいます。実際にちょっと鳴らしてみますけどね、こんな感じでプープー鳴り出して、もうちょっとしたらクラクションが鳴ります。
ギがあればねすぐ止まりますけれども、まあ、こんな形で乗り込んでいただいて、で電池がないときはエンジンのかける方法としては、鍵の D マークをまたプッシュボタンに近づけていただいて、であとはエンジンスタートをしていただくということで、警報装置は解除されますのでね、はい、であとはドアミラーとかパワーウィンドウの操作ですけれども、まあ、これもダイハツではだいたい一般的に同じような感じですけれどもね、パワーウィンドウ開けしたり閉めたりと、でパワーウィンドウのロックというのがございます。まあ、ドアミラーの操作も同じくですね、右に回したり左に回したり、であとはつまみを動かして鏡を動かしていただくことができます。でまたドアミラーはもうドアロックに連動して開いたり閉まったりっていう風にできるようにはなっております。で、まあ、プッシュボタンのスタートと、あとはあのスライドドアの開閉のボタンで、あとは電動スライドオンオフの切り替えのボタンっていうのも同じくございますよね、はい、で、こちらの方にも自動ブレーキをオフするボタン、横滑り防止装置をオフするボタンとか、であとアイドリングストップをオフするボタンで、こちらはオートハイビームということでですね、ボタンを押していただいて、でヘッドライトをつけて、であとハイビームにしていただくと、対向車が来たらあの自動的にライトが下がって、で対向車が行ったらまた自動的に上がってくれるというような便利な装置になっております。まあ、時速大体30キロぐらいやで走ってたっていうことにはなりますけどもね。であとは、ガソリンの給油口のレバーがこちらの左側で、こちらはボンネットのレバーになりますので、間違って引っ張らないようにだけ注意していただけたらと思います。まあ、展示車なんでね、ナビとかちょっと今入ってない状態ですけれども、まあ、こちらにナビが入っていて、であとはハンドルのスイッチでですね、音量の調整とかチャンネルの操作とか、でモードの切り替えっていうのができるようにはなってきます。であとエアコンの操作、まあ、これはオートエアコンがついておりますんでね、温度調節とかで風量の調節とか、まあ、これで温度調節とで、これで風量の調節とっていうのができるようになっております。まあ、そんなに難しいことはないですね。であとは運転してる時もですね、フロントガラスも割と大きめの状態になっているのと、でサイドもガラスになっておりますので、まあ、ハンドル切ってカーブする時とかも割と見通しがいいような感じにはなっておりますのでね、はい、あとはワンポイントのこのピンク色がまた内装も外装と一緒になっておりますので、まあ、綺麗な感じで女性の方にはすごく人気があるようになっております。まあ、お城も割と広いような感じでね、子供さんもゆったり乗っていただけるかと思います。まあ、印象的なね、デザインなんで女性の方にはすごく人気がありますけれどもね。後ろのデザインもすっきりしてこんな感じで、であとはまあこちらの方からね、トランクを開けていただいたりできます。でスペアタイヤが付いておりませんので、こちら収納スペースになっております。パンクの修理キットとかこちらの方にございますのでね。であとは大きな荷物を積まれる場合は、背もたれをもう倒していただくと、これはタントとかと違ってですね、ちょっと段差は若干残ったりしますけれども、ある程度の広い収納スペースというのは確保できておりますので、まあ、少々の荷物は入るようにはなっておりますのでね。でまた後ろから閉める場合は、軽く閉めたらちょっとこれ犯罪になっておりますので、その場合はリモコンが効きませんので、まあ、そんな場合はどこかハンドアじゃないかというのを確認していただいて、これでドアロックがますよという形になっております。まあ、今はスライドドアの車がだんだん主流になってきておりますのでね、まあ、どういうのを選ばれるかというのはなかなか難しいところですけれども、あとまあここのレバーで、ね、スライドができるようになっております。こんな形でスライドですね。こんな形で使い勝手はいいようになっております。まあ、スライドドアの中ではね、
の車高が一番まあ低いような、形にはなっておりますので、またいろいろ検討いただければいいかなと思います。よろしくお願いします。